どうもこんにちは。 C コンパイラーを作るの続きを今日もやっていきます。前回 ELSE まで終わったのでホエルに行きたいところなんですが、ちょっと ELSE のところで、間違った実装をした気がするので直していきたいなと思います。間違った実装というのはこの ELSE を作ったことですね。こいつはちょっと消して、使わない形に、修正したいと思います。で、あと時間が多分余るのでちょっとリファクタリングをして、コンシュームアイデントからエルスまでをまとめたいというのと、あとはパースのですね、これだったっけ？ああ、これだ。ここ。これですね。この if 文がすごい似てるので、これをなんとかできたらしたいというとこですね。はい。まあ、やっていきましょう。まずは、ELSE の実装ですねを直します。これ ELSE がなくなってるんで、これがなくなってこれもなくなるんですけど、ELSE だった時っつうのは新しいノードを別に作ります。で CROC で ELSE をあノードを作ってあげて、でノードの kind を NDELSE にすると。ND else がないので ND else を追加します。やっぱり ND else は いる感じですね。で ND else で、これで else で else がね間違えてたんで、これはいコメント間違えてたんでこれ直しておきます。で ND else でノードの RLHS とノードのRHS をそれぞれ何にするかっつうと、これ、ノードの RHS に、if のノードの RHS に、このノードじゃない、これ else ね。else。で、else を突っ込んであげたいんですよ。で、else の方に、else に突っ込むんで、このステートメント消えちゃうんで、この RHS を LHS に入れて、で、RHS に、else に入れてたステートメントを入れるという形にします。ここは、まあ、決めの問題なので、まあ、これでいいだろうって感じですね。はい。これに合わせて、生成の方のコードを変えていけばいいので、まあ、これにしておきます。まあ、どこに入れようが、ちゃんと情報が入ってれば大丈夫って形なんで、はい、決めです。で、そうすると、ここのノードの else の判定ができなくなるんで、ノードの RHS の kind が ND else かどうかで、else 文かどうか判定できますね。で、else だったら、RHS の、LHS、RHS の RHS か、を出してあげればよくて、でこっちが else だったそうか、そうね、ここが else を書くしかないのか、 if を書くしかなくなるのかな。こうですね。else じゃなければただ単純にジェンしてあげればいいんですけど、そうじゃなきときは、ジェンで、ノードの RHS は else なので、ここだと。else だったときは LHS を出すと。いう感じかな。はい。else だったら、そうですね、はい、LHS、 さっき RHS を LHS に入れたんでこいつを出してあげて、で、else じゃないときは普通にジェンすると。で、あとは、ND else、 else 文の方で、else に入れたやつですねを出してあげるということにすればいいということですね。 make test と OK OK 動いたと。ちょっと見通しがあまり良くなくなっちゃったんですが、
うん、まあしょうがないのかな、しょうがないのかな。そうですね、もしかしたら、うん、どうなんだろうな、わかんないけど、なんか else だったらもうこの if の何かをゴニョゴニョ全部消して、nd else っていうのをトップに持ってきといて、トップレベルで分けちゃった方がいいのかもしれないですね。このね、ここでケースで nd if と nd else って形で、まあ今はこれでいきますけど、はい。で次、あ、うまくいったからいいね。で次が、コンシュームアイデントとかの処理をなんとかしたいんで、これですね。コンシューム、同じ名前でいけるんだったら、こうし、ダメか。ダメってことだよね、これね。うん、ダメってことか。カインド。トークンカインドをもらって、それだったら、消費するよということになるやつを作っておいて、パース C の方に行って、これですね、コンシューム、カインドで、トークンカインドをもらってくるということにするということですね。はい、これでいいと。で、コンシューブリターン、if else は消す。はい、これでいいと。で、コンシューム、なんちゃらっつうのを探す。あった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 。で、これをカインドに変えていく感じですね。tk、tk if だっけ？はい。カインド、tk else、コンシューム、カインド、tk リターン。で、あとは、これか。コンシューム、カインド、tk アイデント。よし。メイクテスト。うん、OK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 。これで OK です。まとまりましたと。で、あとは、これですね、ここ。ここをなんとかしたいんですけど、理想は、なんか、名前がな、リザーブド。予約も、まあいいか。イズリザーブド。だとこれしか、これだけなんだよな。イズリザーブドで P 渡して、リターン渡してあげれば、一応判定はできるけど、これストリレンで取れるんで、6ね。いいんだけど、中の処理かな。この6を書きたくないんですよね。3回も。6を書きたくないんだけど、なんとかならねえかな。6を書きたくないんですけどね。ニューにして P でカレント渡すけど、カレント浮気しちゃうからカレントもらってもらわなきゃいけなくなっちゃうんだよな。それだとここのコンティニューは変わってるかどうかを見なきゃいけなくなるから、めっちゃ大変なんだでな、これな。
やめるか。まあ、こんなでいければいいんですけど、実際はこのカレントはぬるじゃなくて、ここで渡したのとここで渡したのが違ってたらコンティニューしたいので、無理だなという感じですね。ちょっと無理かな、無理っぽいな。あんまりいい方法が思いつかないので、一旦このまま逃げようかな。はい。何も直してないから大丈夫だけど、メイクテストでうまくいった。うん、大丈夫ですね。はい。一旦ここまでにして、次回ホワイルを実装していこうと思います。ほとんどやること一緒なんだと思うんですけど、まあ、サクッと終わるんだったら、その同じ回で方もやっちゃいたいと思います。はい、ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。